はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今日ねご紹介する商品は、はい、来ました。はい、ね、こんな四角い箱ですけども、今回ね、これ何かというと、デプステッチさんからねご提供いただきました商品です。中身はですね、後でちょっと開けますけども、ポテンシック小型軽量型防水でね、最大500ルーメンズまでのねズーム機能付きの LED ライトでございます。じゃあ早速ねこれ開封していきたいと思います。じゃあね早速開けていきたいと思います。はい、中身ねこんな感じです。じゃあいきますよ、せーの、はい、おー来ました。はい、なかなかねちっちゃい私のね手のひらに収まるぐらいの大きさになっております。カラーバリエーションは3色、このブラックとシルバーとゴールドのね3色を選ぶことができます。はい、このねペン型になってましてね、ここにちょっと金具がついててポケットなんかねこう刺せるようになってます。で、スイッチはねここの後ろねオレンジ色のスイッチ、これ分かりやすいですね。で電池は単三電池1本、ここのね後ろをクリクリクリっと開けて、このね後ろに1本ね単三電池を入れるということで、非常にね1本で助かりますね。はい、で、500ルーメンズまでのズーム機能付きということなんですけども、何がねズーム機能付きかというと、実はここのねここのヘッドの部分がねピヨーンとねちょっと伸びたの分かります？こうねちょっとピヨーンと伸びるんです。で通常こう短くしてるときは広角で照らして、これを伸ばすとね光源がシルボーられてピンポイントで照らせるという、そんな感じですね。で、500ルーメンズということなんですけども、ルーメンズっていうね単位なかなかね、聞き慣れない方もおられるかと思いますけども、通常の蛍光灯だとか、白熱球だとかね、電気のね消費量ワットでね、示されているものが多いんですけども、 LED 電球の場合はほとんどね、電気消費しませんので、光源からのね光量ね光の量を表すルーメンというね単位が使われます。で、通常だいたい40ワットくらいのね電球使われている方、ルーメンでいうとね485ルーメンズね、ぐらいになります。それから60ワットクラスだともう810ルーメンとかね、50ワット間の50ワットだと640ルーメンということで、この電球が最大500ルーメンということなんで、だいたいまあ通常の皆さんリビングとかで使われている40ワットの電球より若干ちょっと明るいぐらいかなというね、イメージを持たれたらどうかなと思います。はい、なかなかねこれねスタイリッシュでいいですよ。はい、ちっちゃくてね、これからねいろんな、まあ、ちょっとした、なんかこう隙間をね、照らして、使うっていう使い方もできますし、災害なんかの時にもねこうちっちゃいんで、ちょっとこうリュックかなんかにね入れて常備しておくっていうのもね、非常に、便利かなと思います。はい、ちょっとね照らしたいんですけど、このまま照らすとすごくね明るいんで目ねやられちゃいますんで、ちょっとねこう逆にここ照らしちゃいますけども、こんな感じでね、非常に明るいです。ちょっとねこれだとあまり明るすぎるんで、ちょっとね別のやり方で、明るさのねこのズームと広角の時ね、皆さんにお見せしたいと思います。ちょっとねこんな黒いね台紙を持ってきました。ここにねちょっと光を当ててみます。はい、こんな感じでね、非常にこう広角な感じ、まあこれ今近いんでね、あれですけども、これが一番、こうね、照らされる状態ですね。これで先をですねチューッと絞るとこんなねピンポイントでね、こう先をねこうまた戻すとこんな風に、広角でね、照らせると、絞るとこうピンポイントでねこう照らせるというね、こうズーム機能付きですね。だから、用途によってね、例えばなんか夜ちょっと外歩いてるときは、閉じた状態で、でちょっとなんか隙間とかピンポイントで探したいときはこう先を伸ばしてズームでね、照らすというようなこう使い方ができます。はい、まあ、LED で単三電池1本で使えるということで、非常にエコでなおかつコンパクトでモバイル性がいいということで、非常に、このねデザインもスタイリッシュでいいじゃないかなというふうに思います。はい、いかがでしょうか。なかなかねいいですね、かっこいいですねこれね。こういうなんか
LED ライトってね、いろいろ使えるんで便利だと思います。Amazon.com の方でね、購入できますんで、もし興味ある方は、Amazon.com の方で、だいたいね今998円ぐらいかな、そんなに、ね、高い品物じゃないのでね、お手頃価格でご購入いただけると思います。はい、興味ある方ちょっとねポチッとしてみてください。それじゃあまた。